にちは。8月6日、木曜日です。今日は、もうすぐ昼なんですけど、まずはランチを食べて少し歩きたいと思います。朝は郵便局に、荷物出しに行ったんですけど、今日なんか閉まってるそうです。なんか1日おきにしか郵便局開いてないみたいですね。明日また行きます。ここは今いるのはションスイとファンリン、次の駅の間のとこで、すごい大きい陸橋です。といっても車通れなくて自転車と歩きだけです。これが街中に行く高速で、こっちに行くとロクマチャウとかアンカムとユンロン、次の出口がションスイです。まあ飛行場行くときはこっちから行きます。こっちは街中ですね。カウロンの方に行きます。今これ歩いてます。住宅ばっかりです、この辺は。今西に向かってます。ここに KCR、イーストラインですね、 MTR の電車が、線路が、左側もこれ村ですね。結構この村も大きいです。で、左側に行くと公園になってます。右手がですね、バンリンのスイミングプールです。今閉まってます。先週まで開いてたんですけどね、閉まってます。これが一旦村です。こんな感じですね。今日はちょっと断片的に繋いでいきます。ここはリンウォウェイっていうとこですね。結構駅から離れてるんですけど、すごい人住んでます。バスも結構かなり広いとこから来ます。最近できた日本料理屋さんです。食べるとこいろいろあって、洋食とかタイ料理とかベトナム料理とか日本料理とかありますね。こういう洋食屋さんもここあります。これはタイ料理ですね。もともとここかなり昔から発展してたところで、歴史建設物も結構多いところですね。今歩いてる道、右が車通りなんですけども、その向こうの方に行くと本当に清国の時の、だから200年ぐらい以上前の建物が多いです、残ってます。ここ今こんななってるけど、昔ここは市場でした。で、市場と劇場とかいろいろあったみたいです。今もだいぶ取り壊されてます。まあ、学校もこの辺多くて、いろんな、まあ食べ物があるからいいですよね。今日はこの近くの、ウェットマーケットでやっぱり食べます。あんな感じですね。もうこんないい建物が建ててしまって、
変わっていくんでしょうね。ですね、これ街中です。小さい店が多いです。電車が走ってないので、みんなミニバスとかで駅まで行ってから、まあ、電車乗ります。あそこ向こうの方にラーメンって書いてあるの見えますか。まあ、ラーメン屋さんなんですけど、ジャズラーメンって言って、結構長い間やっておられると思うんですけども、日本人がやってます。日本人の女性がやってます。空いてる時と空いてない時はあんねんけど、はい、ここを渡ってこれですね、ジャズラー。まあ食べたことあるけど、まあまあですね、僕はまあ批評できないけども、ここ食べ物屋さんの帰り、今、香港ランチタイムが1時から2時が多いんですよね。今ちょうどもうすぐ1時になるところなんで、今だいたいみんなテイクアウトしてどっか他で食べるのが今多いですね。中で食べる人もいますけど、ちょっと今食事終わってから、ちょっと東の方に来ました。ここ道があって、これまっすぐ行くとサートオコっていう、また中国に行くボーダーがあります。今日はこっちの左側の方に行きます。川沿いですね。いつも通ってる川の、延長上にあるちょっと東側のところです。ここもまたちっちゃい村が何個かあるんですけども、やっぱりなんか老人ホームとかそういうところが多いですね。こういう偏僻なところっていうのは後から開発されたところじゃなくて、もともとやっぱり住んである人が多いんだと思います。まあ、ああいうふうなずっと村があります。で一番奥の方にある山の一番てっぺんになんか天文台みたいなやつ、あれは深圳ですね。ウートン山ですね。深圳で一番高い山です。でバナナですね。バナナの花ですね。バナナチョコレですけどなってます。バナナって何種類もあるらしいですね。僕はちっちゃいバナナとか甘いやつとか、本当指ぐらいの大きさのやつとか、あと餅酒のバナナ、あれも美味しいですね。あとインドネシアとか行ったら、バナナの唐揚げ、あれもすごい美味しいですね。唐揚げじゃないと食べられへんのかな。で炒め物にしか使わないような、使うことができないようなバナナとかってもあるみたいです。香港で見られるのは何種類、そんなにたくさん種類はないですね。まあ、ここは本当木がたくさんで鬱蒼として涼しいです。今日むちゃくちゃ暑いです。本当に暑い。久しぶりになんか晴れてます。あとこういう風な、なんていうんですか、新しく建った綺麗な家とかに、ね、ありますけど、
多分あれ3倍であれも住んでないような気がする。結構走ってはる人もいるけど、この走り方でたくさん走られへんと思うよね。どうなんやろ。もうこれもなんか番号面白い番号ですよ。LL1 なんか絶対買ってるでしょうね。香港も番号変えるんですよね。この6桁かな、6桁やったっけ、6桁です。あそこも XX112 とも絶対買ってますよ。買うことできるんです。自分の好きな、レターと数字の組み合わせなんで、別に数字だけでもいいし、レターだけでもいいんですけど、6レター、6個の、まあ、文字か数字ですねの組み合わせで、誰かが持ってなかったらいけるし、でいい数字とかはオークションやりますね。めちゃめちゃ熱いです本当に。タクシー結構通ってるのはやっぱタクシーですよ。歩いていくと来るとこが大変なんで、緑のミニバスも出てますけど、こんなたくさん出てるわけじゃないんで、これは幼稚園のかな、僕も2月からしかこの辺歩いたく、あんまりこう真剣に歩いたことないんで、2月の頃になってくるとコロナが出てたんで休園になってたからね、なんないのね。でもどう見てもそういう風な作りなんですけどね。ここも結構でかいんですよ。庭も綺麗で、ただどんだけ住んでんやろうね。木陰は結構涼しいです。もう木陰終わって、今日は日が強いです。まあ、こういうとここう歩いて、しばらく行くと村があって、村抜けると川があって、でいつもの川ですね、川沿いに出てきます。ね、キリスト教のなんか団体のやろうけど、やっぱり宗教法人なのかな。こんなん人がおるとは思われないんですよね。ただこういうふうな庭も綺麗で、こういうの歩いてるとやっぱり子供がおるってことになるね。このね、左側もそうなんですよ。左側もなんかよく似たような建物なんです。同じやね。同じ名前やね。初めて知った、同じ名前ない。キャンプって書いてあるけど、どうなの？これ村ですね。ちょっと切ります。村ちょっと入っていきました。村はこんな感じですね。こういうふうな縄文があって、当然昔はみんなこの縄文の中に住んでたと思うんですけどね。一応まあ縄文の中に家建ってますけど、最近の新しい家ばっかりです。トラック来ました。こういうやつね、何があるんかなと思うんやけどね、何なんでしょうね。
なんか入ってみたいですね。これは村のトイレです。公共トイレですね。こっちたらなんですよなんですよって書いてます。これもね、最近ね、この2つね、この何ヶ月で経ちました。結構綺麗ですよね。いいですよね。海は広くて、はい、だいぶ香港もコロナの新しい患者数が一時100人毎日超えてたけども、この2日間は100人よりも下回るようになりました。あ、そうそう、昨日街中行ったんですけど、中国から来たエクスパートの7人が泊まっているホテルっていうのがあって、そこにすごく報道陣たくさんいたのと、いっぱいいましたね。警察もたくさんいて、あの人はほんま何やってんのよね。7人で何できるのかなと思いますけど。ここですね、いつも行ってる川の延長です。でね、ここもここはね、こんな感じで、ここが畑が深いんですよ。魚ちょっと見えますか。まだまだ水が多いですね。小魚多いし。でこっちはほんま何もなさそうやねんけど、左がちょこちょこっとあの村があって、はい、めっちゃいい天気ですね。雲がたくさんあるのでちょっと暑いんですけどね。魚いっぱいいますよね。ここだんだん水減ってくるんで、取り残されんようにせなね。たまに干からびた魚がいるんですよ。あんまりこのこっちの方寄らんように。ここ私は左行くんですけど、まっすぐ行ったら村ですね。ここからまあ車は入れねえね。なんかちょっと歩きます。またここトイレですね。まあ公共トイレたくさんあります。街中にもあるんですけどね。そんなに言うほど汚くないです、ね、僕ら子供の頃のトイレの方が汚かったし臭かったよね。うちの近所の一番のトイレなんかほんま行きたくなかったですよ。ショッピングセンターがスーパーのダイエーのトイレとかもね、臭かったしね昔。今ほんま綺麗になりました。日本はあの地下鉄とかのトイレも本当綺麗です。ここもこっち香港も綺麗ですけどね。ただまだまだ小さい店とかのトイレはね、行くまでも大変やし、厨房通っていかなあかんからツルツルするし、なんか汚いし、ありますけど、みんな一人いっぱいいます。何してはるんでしょう、暑いのに。そうか、まだか、まだかもちょっとか、あの滝みたいになって小さい音してますよね。向こうの方もいっぱいありますね。昔ね聞いたんですけどね、本当かどうかわからんけど、
山の上の方に木があんまりないんですよ。うん、これ最近のこと、最近は最近で、なんか昔もこういうそういうのが物語もあるんですけどね。最近の話は要するに、最近って言ってもこの20年ぐらい前までの話は、中国から川を泳いで渡って来はる人が、やっぱり山の中に隠れるわけですよね。木があるよりも木がなかった方が発見しやすいとかね。それでなんかないそうです。もあと、もうかなり昔の話やけども、中国の山ってあんまり、韓国もそうやけど、山にあんまり木がないのは、もともとはやっぱり木があったらしいんですよね。基本的には気候的には温帯で、まあ、日本と同じで、日本は結構木ありますよね。木っていうのは鉄とかを鋳造するときに木って絶対昔必要だったそうですよね。だから木たくさんいるそうなんですよ、燃やすために燃料で。でも取っていけば取っていくほどなくなっていくじゃないですか。でも日本ではそういうのはちゃんと計画して、なんていうんですか、伐採しながら育てていくっていうのをずっとやったそうです。でも韓国とか中国っていうのはそれしなかったそうです。だから当然たくさん木があったと思うんですけども、だんだんなくなっていって、結構もうハゲ山のとこ多いですよね。韓国行ってもそう思います。まあ嘘としてるとこもありますけども、あんまり木がない山多いと思うんです。そういうの確か司馬太郎の方に書いてあったかな。はい、司馬太郎はすごく好きで、まあ、学校の大学の先輩でもあって、もう全部の本読みましたね。家に全部あります。まあ、カメラ見ていただいてたらこの良さわかるんですけど、匂いとか温度とか使ってこないんですけど、匂いは音のないです。ドブ川の嫌な匂いとかそんなも全然ないですね。何してんやろあれ。そのドブ川の匂いとかも全然ないですね。こういう風に見たらすごい綺麗なんですね、青々として。全然この引っ越してきた時こういうの良さ全然知らなくて、でコロナで本当再確認再発見したみたいですね。いやすごいいいとこ住んでるやんって思いましたね。都会もし住んでたら、まあおろちょろするところあるけども、人も大勢おるし、ね、都会行こうと思ったらどこからでも行けるから、まあ、こっちに住んでて本当家からちょっと出たら10分や20分歩いたらこういうとこ来れんやったら、まあ、こっちに住んでた方が良かったかなと思いますよね。いや本当いいですよこの辺は、自然多いし。昔かなり昔香港の人から言われたけど、やっぱりあんまりやっぱり住みたくないらしいね、遠いところにね。でもそれはそうなんですけど、空気は新鮮やとは言ってましたね彼らも。あ、こう亀がいますね。亀ってやっぱコーラ星好きなんですよね。にいますね。でもなんでこっちがいいかね、やっぱ帰るのが大変だからいいかい。
2匹います。その前にあそこか魚うじょうじょいますけどね。魚もそうなんです。なんでああいう狭いところに来たがるのかね。ここが裸で走ってる人多いんですよね。ここどこ置いてんやろなと思いますけどね。裸で来はったかな。そう、この川なんですね。この川リバーインダス。なんでインダスってつけたんかなと思いますね。中国なんていうんですかね、会社の名前とか、まあ、それに英語の名前、要するに何て言うか、まずは会社の名前、どう言ったらいいんでしょう。香港では会社登録するとき英語と中国語、まあ、どちらでもどっちかでも別に構わないですね。登録できるんですよ。で、大体中国語と英語と登録するんですけど、意味両方一緒じゃなくてもいいんです。発音が一緒じゃなくても全くいいんです。ということは2つ自分の欲しい、中国語ではこういう名前がいいな、英語ではこういう名前がいいなっていうので両方登録できるわけですよ。別に何も一致しなくて何でもいいんです。で、人名ですよね。人名も香港の人、まあ、シンガポールもそうやし、中国もある意味そうかもわからんし、台湾もそうかもわからん、韓国もないこともないけど、なんかやたらと英語名をつけたがるんですよね。もう別に香港から言うと英語名パスポートの中書いてる時もあるんですね。あ、英語名って何かというと、学校でみんなに何て呼んでもらえるかなんですよ。で、それでたまには先生がつける人もいるみたいですよ。これ先生につけて、で、あとは教会でつけた人、例えばバプティスムを行った時、洗礼名で持ってる人もいるし、まあまあそんな感じで、結局お父さんお母さんがつけた名前じゃないんですよね。まあつけた人もいると思うけど、まあまあだからいい加減なもんなんですよ。だいたい中国とか台湾とかやったら後から自分でつけるんやろね。何の意味があるのかなと思う。ただ、まあ、外国人というか英語話者ですよね。例えばアメリカ人とかイギリス人とかが呼んでくれにくい。でも呼んでくれにくいからええんちゃうかなって僕は思うんですけどね。よくわかんないですけども、そんな意味が、英語名って持つ意味があるんかなって思ってしまいますね。あだ名やったらいいんかもわからんけどね。なんかあれはちょっと不思議ですよね。日本人でもいますけどね。よくわかりません。まあ好きな人はそんなんでええんちゃうかなと思いますけど、意味がわかりません。まだいっぱいなんかいろいろ立ってますよね。どんだけ人口増えるんだと思いますよね。740万人なんですよ。おそらく香港人、本当香港人出生率低いと思うんですよ。まあ出生率低いか低ないかっていうのはあれやけども、膨れません。だって高齢者人口多いですから。ということでやっぱり移民に頼ってるわけですよね。移民で一番やっぱり来てるのは中国大陸からなんですよ。でも中国大陸の人たくさん入れると本当になんか近いんで、なんて言うんですか、やっぱ大きいものに吸収されると思うんですね。それすごく怖いですね。文化とか言葉とか考え方とか、そういうのって持ち続けてほしいものじゃないですか、外国人からしたら。それを壊されるのはどうかなと思うんですよ。独特の文化が
その政治的な面はともかく、この香港って英国が統治したおかげで古いいいものが残ってるんですよね。なんていうんですかね、他の民族に邪魔されてなくなっていったものっていうのが結構少なく、こう純粋に残っているんですよ。そういうのが、その同じ中華系の人たちが入ってくることによってなくなっていく可能性がたくさんあると思うんですよね。例えばヤムチャにしても、ヤムチャの文化って広東省なんですよね。他でないんですよ。また語弊があるかも分かりませんけど、要するに南の方なんですよ。で、お茶を飲むという文化は、まあ、専門の人たくさんいらっしゃると思いますけど、中国でもそんなにないと思うんですよね。普通家で喉乾いた時に何を飲むか、日本結構お茶飲むと思うんですよ。でも中国は違うんですよ。お茶湯なんですよね。お茶っていうのはこう、その TPO があると思うんですよ。ふっとお茶飲むっていうのはほとんどないと思いますね。はい、まあ、でもそれが1日に何回か飲む習慣があるというのも中国の中では少ないんじゃないかなと思ってます。こういう、私もその中国で工場してた時に、いろんなとこから中国来た人と一緒にご飯食べたりしてましたけど、あの香港に何人か来たんですけど、まあ、一緒にみんなでヤムチャ食べに行って、でお茶何するかいの聞かれたわけですよね。でもやっぱり香港でお茶何しますかとかって言われたら、大体、まあ大体か、ほとんど全部の人が、あ、この人天津と一緒に食べる飲むお茶を何にするかいうの聞いてんねんなというふうに思うはずなんですよね。実際みんな思います。またヤギよっとで思うんですよ。でも他のどこの人たちは違うんですよね。そういう瞬間がないから、その子、まあ、その子のこと笑ったらいけないと思いますけど、言ったことにすごく面白かったのは、その子は広東語も喋る子で、香港のことも当然よく知ってる子なんやろうけども、ヤムチャのところで何しますかお茶って言われたら、その子はトンリン茶って言ったんですよね。なのでそういうのがやっぱりあかんやね、そう、病気やね、あれ。なんか面白い、ヤギさんは何してやんね。そう、食べたらあかんね。
引きの団体っていうのは小さいですよね。初めて見ましたね。彼ら勝手に出てきてご飯食べて勝手に帰んやろね。牛もそんなんでしょうね。今何の話だったっけ。あれ何の話だったっけ。あ、そう、そうなんです。だからお茶の話とかね。だからお茶も本当に飲む人少ないと思うんですよね。だからあんまりそのいい文化をずっと守ってほしいなと思います。言葉もそうやし、僕中国語がダメやって言ってるんじゃないんですよね。その中央集権しすぎやと思うんですよ。標準語は習うべきかもわかんないですけども、もっと習ってほしいのはやっぱり自分たちの家で使う言葉ですよね。これを標準語に変えるのは良くないと思うんです。ただまあね、お父さんとお母さんの出身が違ったりするとどうなるのか分かんないし、例えば国営企業に働いてる人っていうのはみんないろんなとこから出てきてるところで、そこの企業の中にある学校っていうのも標準語やし、ね、一概には言えませんけど、でも街中のコミュニティ行くとやっぱりそこの町とか村で使ってる言葉があるんですよね。それを絶やさないでおいてほしいですよね。香港に限らずどこもそうです。文化守ってほしいなと思います、ね、これから1000年2000年後、ね、みんな同じ言葉喋ったら嫌じゃないですか、ね、みんなとこう交流するためにはいろんな人が使っていることを勉強しないといけないですけど、一番大切なのはやっぱり自分の母国語ですよ。母国語マザータンですね、うん、例えば、ね、僕ら大阪で育っているので、大阪ってね大阪弁が標準語なんですよ。特に僕らのとこは標準語喋る人なんか誰もいませんよ。みんな関西弁です。時々なんか違うとこから来た先生言い張るんですけど、やっぱり聞きづらいし何言ってはんねやろなと思う時ありますし、うん、良くないことかも分かんないですけども、そうですね、みんな関西弁です。関西弁以外の子はやっぱりかわいそうやけどね、転勤とかお父さんお母さんとか転勤してきて馴染めない子は馴染めないでしょうね。それもどうなんやろうなと思いますけど、子供のうちはでもやろうと思ったらいくらでも真似ることできるしね。ただ僕ら標準語が分かんないか言ったらテレビ見てたから標準語分かるし、でもそうなんて言うんでしょうね、 何かをする時ぐらいですかね標準語使うのは。だってウルトラマン関西弁使いませんからね、ウルトラマンの中で出る人らね。だから標準語はちゃんと喋れないとウルトラマン学校できへんしね。暑いですよ、ほんま、もうちょっと涼しい時あったらいいね。暑いですわ。あんな帽子、なんか日本陸軍兵みたいな帽子かぶってはるけど暑いやろね、うん、ということで、ちょっと切ります。